皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、3月3日、11時26分。ちょっといろいろ思い当たるところがあって、皆さんへのメッセージということで、言おうかなと思いました。やっといた方がいいかな。もう、それだけで空の光量が下がったというか、もうちょっと明るかったんですよね。基本的にも今日、ひな祭りということであって、もともとは晴天だったんですけども、ちょっと一旦据え置きますね。一応先ほど歩いてっていう声が聞こえたので外へ出たんですけども、さして意味はなかったですね。大してというか、そういえば同じような角から同じような男が現れたなと。声をかけた時の名前の呼び方が、体の体型が違うから違うだろうなとは思ったんですけども、一応村上頌樹か淡井圭介だけどっていうことを言ったんですけども、そのまま歩いていきましたね、その男の人は。小島よしおという人かもしれない芸能人の。で、あと、買い物行って帰ってきて、一応とりあえず買い物したみたいな形で、結局、時間の動きなんですけど、指先は今こんな状態ですね。ついこの間までは、回復していて、こちらの左手のこういう指の状態に近い状態には、回復してたんですけども、こういうような指の状態になってしまいました。あと、その指運動のところも多分スポーツ格闘技関係の勝ち負けどうこうなんじゃないかなとは思っています。で、今から言うことは、なかなか、衝撃的なこととか、さまざまなその神がかり的な力とか、そういう世界のことをよく分かってる人で、長い間、自分の人生とか、どこで誰とどういうふうに、どういうふうなことを話したとか、そういうことをしっかりと覚えてる人、もしくは記録してる人なら、今から言うこと、ある程度理解できると思います。私もある程度その辺の話になったんですけども、大谷翔平が、この間、彼への向けてのメッセージでもあるんですけど、これは、後の世代の人たちのためにも、今回の件を、聞いてみて、どう受け止めるかっていうのは人それぞれだと思います。多分、自分のことじゃないか、ほとんどの人は聞いても忘れるんじゃないかなと思うんですけども、ただ、当事者の人たちは覚えておいた方がいいと思います。大谷翔平、彼が、この間結婚発表して、あったのが3年か4年ぐらい前で、振り返ったらって言ってましたよね。振り返った時に彼女がっていうことを、言っていました。2019年、一度皇居の方へ行き、追い返されるような形というか、結局、佳子さまとも誰とも会えていない。で、11月30日に、2019年のですよ。テレビ朝日の受付行って、まず宇賀なつみと話ししようと。それで、その時間帯、13時という時間帯を指定して、土曜日だったんですけども、行きました。そしたら、受付に、眞子さまがいて、その前に浜松の駅を降りた時に JR の、浜松という駅があるんですけども、東京の方に。車両、同じ、多分車両に乗ってたんだと思います。宇賀なつみと神戸地裁の上田裁判官と思われる人物。で、その時はその上田裁判官の、多分上田裁判官だと思うんですよ。これで上田裁判官という人は、神戸地裁でその書記官の人と、昨年私が訴えた時の内容の、対応の窓口の、書記官と一緒にいた人がその人なんですね。だから、その確実にその上田書記官がどうかっていうことは、法廷が開かれて、中央の席に座ってる人物かどうかでそれは分かることであって、直接その人から名前名乗ってもらってないと思うんですよ。で、宇賀なつみはその人と、話をしている。で、敬語を使っていなかった。で、後ろにどうやら淡井圭介がいるっていうことは気づいてたようで、で、
むしろ距離を縮めるというよりも距離を空けるような形で、歩いていくんですけども、なんかね、前で喋ってた言葉は、そのテレビ局じゃなくても話ができるだとか、何かまあそういうふうなことを2人で話をしていて、まああれだけの人の雑踏の中ですから、後ろから相当大きな声出して呼ばなきゃなんないっていう状況なんですけども、まあ僕からしたらテレビ朝日の前でっていう部分もあるし、行動部しかそもそも見えてないんですね。ただ、まあ、髪型とか、あと喋ってる内容、あとは、プラス電波ですね。まあ、多分、夏美なんだろうなと。で、その後、テレビ朝日の受付行った時に、受付に行ったのが眞子さまで、で、夏美が、まあ、中から出てきて、入館許可証をもらって、もう一度入っていくという、なんか、よくわからない行動をしてるんですけども、そこで眞子さまが、まあ、他の件とか、もう一旦省いておきます。以前言いましたので、今度は過去の方がいいからとか、まあそういうことを言ってたんですね。で、翌年に、多分2020年に、加工様がマスクをつけて、淡井圭介の家の横を通っていくときに、淡井圭介は電波から聞こえた声を信用して外に出て歩いて、ほぼ、まあ、歩くのはそこそこ早い方ですから、むしろかなり早い方ですね。そのホテルマンとかをしてましたので、歩くスピードは、通常時から結構早いで、まあ、追い越し、歩くというのも最初でちょっと走ってたんじゃないですかね、僕。で、振り返って、まあ、向こうは電波で言って、できた声、そのまま私についてきてください。その前にもう何かいろいろ聞こえたんですけども、とにもかくにもね、でその時にその僕はついていかなかったということになるんですけども、その結婚を取られる云々の話とか、今翔平の声でアホっていう声が聞こえてきてるんですけども、まあそれはさておいて、実はね、もともと1997年8年のフルーツフラワーパーク云々の時に、あと99年かな、まあ、国会でも話されていたんですけども、その、なる人様や、ふみ人様、どちらかが、から、その、男性が生まれればという、その、ふみ人様からの先の、その、次、今は悠仁様がいらっしゃいますけども、2003年ぐらいでしたっけ、悠仁様がお生まれになったのが。まあ、その辺、愛子様とか、まあ、いろいろあるので、ちょっと年齢的に2003年か2005年かそれぐらい、久々さんが2003年だったような気がするんですけど、ちょっとまあ大体で今もの言ってます、まあ大体でちょっと理解してほしいんですけども、まあそれにその僕が二十歳ぐらいの頃にその結婚問題云々っていうのはすで、にスタートしていて、で、まあ今まで結婚話をしに来たものだとか、そうじゃないケースだとか、もういろんな形で物事が進みました。人によって聞いてることが、バラバラですんで。で、こちらとしても、こう、あれこれ誰かと喋ることによって、言ってる内容も変わりました。で、まあテレビのニュースの内容、うんぬん、もうそうですし、エネルギーの残存量問題もその当時、ある程度対応しようとしていた。まあ、河川の撮影とかしに行っていた。かたや、その、東山高校という阪神・淡路大震災の時のもともと住んでいた建物が、その、一体建物誰がどうするんだと。まあ、そういうふうな話でほったらかしになっていたと。それが当時の状況で、その、関東の人との結婚をするべきかどうかで、こう、だいぶ話が、こう、介護のことを含めるとそれ無理なんじゃないかとか、まあそういうふうな話にもなったりとか、まあこれは自然とそうなります。普通に考えて。で、だからまあ記憶は、もう、だから物事は何もはっきりしないまま、その、恋人らしい恋人関係もはっきりとないまま、相手のその名前と住所の電話番号がはっきりわからない。一時的に電話番号を教えてもらってたような気もするんですよ。だけど途中でその電話番号っていうものはなくなってる。データが消えていたとか、そ
そういうことでしたね。で、まあ、眞子さまとか佳子さまとか悠仁さまのお名前に関して、子供の頃僕は考えた云々とかの話、もし電波とかで聞こえてきてるのか、もしくは、祖母が伝えに行ったのか、昔僕は子供の頃、小学生の頃でしたから、まあ、まだ東京の方へ行くだけのっていう部分と、もしかしたらその人事院の谷さんっていう話が、本当であるのであるとすれば、その祖母の、旦那は、人事院の人事官であったということになってくるということで、まあそういうふうな内容を伝えに行くことはできたと思うんですね。で、これ物事を未来からの時間軸からの声とか影響力とかを考えて全て精査していくと、まあ佳子さまが僕に対してどう思ってるかについては、多分昨年の12月29日の29歳の誕生日の動画で、ある程度その以前の件とかがはっきりしてる。で、だから大谷翔平に対しても、もう今はそのことは取り消す方向で、進めてますけども、昔大谷翔平に対してね、それはプロ野球業界全体に対しても言ったんですけども、そのある程度僕の結婚話を知ってる人たちがいると。まあだから不幸な立場であると。話があるだけあって、結局何もなかった状態で、要するに目の前に人参ぶら下げられて、そのまま頑張らされていただけで、テレビ局からのお金の支払いも何もなかったっていうことに結局なってくる。まあそれはスポーツ業界もそうなんですけども。だからそういう部分も含めて、まあ自分には子供がいないからっていう部分で、その大谷翔平をちょっと大事に扱ってほしいっていうことで、まあ二刀流はもともとスタートしてるんですね。で、その部分とかでも、どうしても頭の中とかでも、それ結婚とか未来がその入れ替わってるだとか、取られてるんじゃないかとか、まあそういうふうなことにもなってくるといえば、なってきてるような気がするんですね。で、まあもちろん大谷翔平にそんな悪意があるわけじゃないし、もしかしたらそういう流れなのかもしれない。で、ただ仮にその、佳子様が言っていた、まあ、佳子ちゃんって言った方がいいかもしれない。佳子様宛てのメッセージとも記載してるんですけども、まあ、基本的にはそういう間柄で、その、フルツラーパークで、1997年か8年か、99年に来て、まあ、その、弟が欲しいっていうことも言ってたんですよね。で、それは、まこちゃんもそうだったし、もうその当時2人とも幼稚園児で、僕がフルーツラパークの従業員で、まあ、4階事務所のところとか、まあ、案内とかしてたんですけども、まあそれから悠仁様が生まれてる名前のところに関しても、まあ悠久の風っていう風な言葉のワードが結構いいなと思っていて、そこから悠仁様という名前になったんじゃないかなと思うんですよ。で、その点の話はフルーツ裏側でしてるんですね。で、やっぱりカバンの中こうなるんですよ。そのままついてきてくださいっていうことだったら、これ何かって言ったら、携帯電話の、充電器とか、パソコンのね、充電器とか、iPad とかの、まあ、充電器、全部、こういうことになってくるんですよ、家出る前に。だからこれ、これね、だから、そもそものところで、一番イージーな簡単なその問題解決の方法として、電話という手法があるのに、誰もそれを使用しないで、まあ、物事を進めていると。で、そこに、ちょっとね、さっき、本当はね、喋ろうと思ってた、そのメモした内容のものが、これだったかな。ここの上置いてたんですけど、さっき買い物行って帰ってきたら、あるかな？別の場所なんだよな。これだ。家の中から書類盗まれたりしてるんで、やっぱりこうなります。
だからそのもしあの時に佳子さまの後ついていったとして、僕が結婚できたとしましょう、それは佳子さまかどうかはもう佳子さまに聞いてみなきゃわからない。これは本当に、まあ、好きかどうかで言うと、まあ、僕のことは一番最初のその初恋の相手っていうところで、まあ、僕っていうことで一応通ってるんですよね。佳子さまを認めてらっしゃるので、でまあそれは90番台のところからの未来の時間軸からの声かけ佳子さま編っていう欄がありますけども、そこ見てもらったらね、そこにアクセスできる動画の下のところに、まあ何秒何分何秒とかの時にとか最後の方にこういうふうな声掛けをして佳子さまはこう反応されてるっていうところを見てもらったら、まあ理解してもらえると思うんですけども、そこで本当は僕が結婚できていた可能性もある。だこの手の現象のことはそのそういう神がかり的な力云々とかそういうふうなことを、いろいろ精査してる人たちからしたらずっとこの人結婚取られてるんちゃうかとか、その翔平だけじゃなくてね、で、まあ、責任問題云々を言い始めると、もともと海外行かされる人は結婚しにくくなる。で二刀流を進めたのは誰かって言ったら淡井圭介っていうことになってくるでしょう。で、あと、その、自分にね、その、子供はいない、その、結婚していない、童貞であるという部分で、その、別の、親の方たちのお子さんでいらっしゃいますけども、大谷翔平という存在は。まあ、だけども、まあ、そういうふうな部分に対する意識も、一時期それちょっと言ってしまった時あるんですよ。いつものルートで送った SD カードでね、高島屋ルート当てで。だからそこからの、そのコンピューターからの、その電波の作用とかがどう働くのか。これが正直、よくわからない部分っていうのがあります。人間でその内容とかを後になってからわかるっていう状態ですね。で、まあ、その佳子さまがマスクをつけていたことに関して、ではそれはもうやめた方がいいですね。まあ佳子ちゃんとも言っておきますけども、昨年も結局10月ぐらいにここの辺りへ来た時に、まあ道路で僕の横をすれ違った時にマスクしてたでしょう。あの状態はね本当にわからない。で今日も外に出た時、先ほど言いましたけども、その体型的に違うだろうなと思って、現役のプロ野球選手だったらもっと体格がっしりしてますから、がっちりしてますから、その、まあ一瞬村上頌樹かなと思ったんですよ。ある程度、なんか見たことある男性だなと。ただ、小島よしおという人かもしれない。だからその辺はちょっとわからない。2人の顔をちょっと出してもらったらいい、ちょうどぐらいの顔かもしれない。何回か同じところの角で目撃していて、で一応ね今日3月3日佳子様寝れてますでしょうか、あと紀子様はどうでしょうか。今日は僕はどうだったかっていうと、昨日の晩ね、23時47分ぐらいに外から今出てきたら殴るっていう、大きな、男性の声が聞こえて、完全に威嚇ワードですから威嚇行為であるということで、まあ、スマートフォンを電源オフにして、充電してる状態で、もう布団の中入ってる状態だったんですね。でスマートフォンを立ち上げて、まあ、撮影するまでね、立ち上がるまでにすごく時間かかるんですよ。で、結局、撮影できるようになるまでに1分以上かかります。カメラのところを押しても、すぐになかなか撮影できない。
で、まあ、一応、黒い服を着てる男性2名が、家の横を歩いて、まあ、ここ、ちょっと向こうのところで、50メートルぐらい先のところでやっと撮影できてるんですけども、その後一応その内容を警察官の方へ、まあ、有馬警察署の方へ通報して、で、まあ、その見回りの、パトロールの、警察官の方に言っておくなっていうことだったんですけども、まあ、対応された方、まあ、その人たち、まあ、その動画もくっつけて、一応アップロードしとこうかなと、記録はなかったあれですから、後からね、まあ、夜中にね、2人組とか、これ男性女性に限らず、複数の人間で歩き回るっていうのは、もう例えば22時過ぎたりとか、8時過ぎたりとかもそうですけども、もう大体何かちょっと、人間性がだいぶ悪くなってますね。大抵の人間はそう、もう大きな声で外で、ガヤ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 、喋ったりだとか、まあ、普段の生き方が、まあ、崩れてる状態に近い。で、まあ、その後通報した後、なかなか寝つけなくて、結局、昨日の晩は睡眠薬飲んで寝てるんですよ。明け方4時前ぐらいに起こされて、で、そこからは、まあ、二度寝してるんですけども、それは睡眠薬なしでも眠れてるんですよ。で、まあ、その時に見た夢が、グレイのね、最終的にはグレイのライブの夢だったんですけども、その夢の中での状況っていうのが、グレイの曲を演奏する人たちがいると。で、顔を見るとグレイのメンバーではなかったと。で、東京かな、関東の方の、夢の中でね、ライブに行こうとしていて、まあ途中で欲内業界の女4名とかも見受けられたりだとか、まあそれは、ちょっとした気がかりの方で、まあグレーの皆さんの方には自社の中にそういった人間が紛れ込んでいないかどうか、まあ調査された方がいいんじゃないかなっていうことはお伝えしておきますけども、まあ調査した方がいいんじゃないですかということ。お伝えしておきます。で、それからまあ夢の中の、状態では結局、まあ直接グレイの皆さんは夢の中で現れてないんですよ。で、どういう状況だったかって言ったら、チケットを購入して、まあ会場の中に入る前で夢は目が覚めてるんですけども、起きてるんですけども、その、まあ、チケットの値段まで、覚えてるんですよ。その夢の中の値段ですよ。1万400円、よくわかんない数字なんですけども、結局グレイのライブを見たことはない。で、なぜそういう夢になったか、もしかしたらコンピューターからそういうふうな夢を見させてる可能性があるんや、あるんですよ。電波での脳へのアクセスで、しようと思えばできるっていうのはもうわかるから、その映像グラフィックの加工をしてるものあるじゃないですか。それと同じで、例えば映画を作ったりとかね。それをコンピューターが行ったとして、それを人間に夢のように見せさせるっていうことは、電波で脳へのアクセスができるっていうことはできるっていうことですから、からコンピューターはそういう夢を見させている可能性がある人間のワードを拾って、まあ、昨日家の中でどんなことを考えていたかって言ったら、シャズナとブレイクアウト祭り98と、あとディル・アングレイっていう神戸チキンジョージで行われたライブと、あと黒夢っていうバンドの、ライブは見に行ったことがあるんですけども、グレイとかラルクとかはないなっていう。で、なぜグレイとかの方行かんかったんだろうって自分でもちょっと不思議になって考えてたんですよ。で、よく考えたら、人気があったからチケットが買えなかったのと、あと、その当時のその人材派遣会社から働いていた時の状況って、大阪ヒルトン行った時は、まあ1990年ですけども、そこは違うんですけども、フルツラパークって、翌週翌週の予定を出さなきゃなんないんですよ。で、その次の週の金曜日ぐらいに、来週、いつ仕事なのかわかるんですね。で、仕事を確保しなきゃならないじゃないですか。
そうなってきたら、ライブ優先とかの方向にはなかなかならない。で、まあ、金額的うんぬんとか、あと、正直、ライブって、ファンクラブ入られてる方優先の時代じゃなかったでしたっけ？チケット買えるのって。今もそうなんですかね。だから人気のあるバンドとかのライブは、金額的に、ちょっとこれはっていう感覚にどうしてもなるんですよ。だから、まあ、その後、あんまりよろしくない歌詞作ってた、ディル・アングレイっていうバンドの方を見に行くような形になっちゃったんですけど、とりあえず入場料、神戸チキンジョージ1000円で安いっていうことで、まだメジャーデビューする寸前の頃、アイルっていう曲と、あと、ジェラスっていう曲がインディーズの頃にあって、まあ、歌詞的にはネガティブなんですよ。これね、その当時の状況も結局今もそんなに変わらないんですけども、いや、そういう気持ちになるとか、それを女性に対しての当てつけで言ってるんじゃないですよ。けど、まあ、ちょっと歌詞があんまりにもちょっと、そこまで言わんでもとか、そこまで書かんでもっていうような内容で、もう言っていいでしょ、モディル・アングリの皆さん。いや、神戸チキンジョージね、もう後で思い出したら大笑いするような、状況とか発生してるんですよ。そのボーカルの人の名前が京っていう人だったんですけども、その人がね、照明器具とか足場付きのところを登り始めて、お前ら上がってこいよとか、そういうことを 言ってしまったんですよ。言ってしまったらどうなったかって、最前列は全部立ち見なんですけども、座席のないライブ会場でもう1000人も入らないです。数百人です。で、前の方の女性陣が登り始めて、どうなったかって言ったら、京さんがもう降りれなくなったんですよね。で、みんな降りてって、降りられへんかなって。で、後ろの男、僕らは後ろの方からちょっと見てたんですけども、後ろにいたね、男性陣がこう誰かある程度結構な大きな声で言うんですよ。あれが降りられへん状態や。いや、もう最初もうびっくりして、後ろから見ていて、女性とかが登っていくんですけども、もう、なんていうんですか、地獄から、こう、ね、垂れ下がってる糸の話あるじゃないですか。そこに群がって、もうじゃのように、こう、よじ登り始めて、こう、ま、ホラー映画みたいなのを見てるのに、ちょっと近い感覚でびっくりして、あんな見たら、あの人が、彼が怖がるかもしれんからとか、まあ、それも今考えたら、後ろにいた人なのか、電波なのか分かんないですよ。ただ人間が明らかにあれが降りるに降りられへん状態や。誰かが突っ込み入れて、後ろの方の男性陣が笑ってました。前の方にいるのは大体女性陣、男性のそのバンドだったか。一応黒夢っていうバンドは友達が何か手配してくれたのか、前から2列目の座席席の、席でライブ見れたんですね。まあ、ブレイクアウト祭りとかは自分で購入して、見に行ってっていうことですね。まあ、うん。まあ、ちょっと、笑い話を入れなかったら、その夢に関して、グレイの夢に関して、結局、これが悲しいお話のところで、その歌詞云々とか、今まで関わり合い的に見ると、結構深い関わり合いが、まあ、グレイ。ちょっと曲がまた容量が足らなくなって途中で途切れたので、もう一度、日付と時刻、載せておきますね。動画つなぎ合わせておきます。後で。グリーンの皆さんの話でしたけども、まあ結局、まあそういう夢を見たとで、前日自分がどういうふうな話をしていて、あと記事、インターネットの記事で、3日前、掲載、二日前掲載とかで、まあ、ベルーナっていう、会場でライブを行うという記事ですね。昨日の晩23時ぐらい過ぎにその記事を見てたんですよね。で、まあ、5月でしたっけ。まあ、名称的にもそのベル、インターホン。まあ、そのインターホンが出たので、これ、まあ、
一応もう一回撮影しておきますけども、他の動画でも一応掲載しておいたんですが、インターホンもう音がしっかりと出なくなってるんですね。でこういう状態なんです。故障中大きな声で呼んでいただいたり電話をかけてください、0903849-5237と、まあ、こういうふうな状態なんですね。何から話しましょう。まあまあ音楽業界の方の話をしてるからかもしれませんけども、あとはインターネット記事で、まあ特別アクセスはしなかったんですけども、あのミワっていう歌手がいるじゃないですか。多分昔フルツラパークに僕が足運んで、まあ歩いて8月9日誰かいるかなと思って行った時に新しい接触者、その当時はもうどういう人か全然わからないですよ。で、ミワっていう存在の歌手が世の中にある程度認知されてきて、で、あの時のっていう、特別話し合ったわけじゃないんです。で、ただ、新たな世代が次々来たらややこしくなるかな、本当に。それはちょっと勘弁していただきたいんですけども、その電波で聞こえてくミアの声が今聞こえてるだろうなんだろうっていうことを言ってから、それが原因なのか分かりませんけども、まあ顔がちょっと変わってる時の顔がインターネット記事で見かけて、まあまあ家の中でもそれ見てちょっとまあ何があったんだろうなっていうようなところで、まあいやもう踏み込んだ話しますけども、萩野公介との結婚を、萩野公介でしたね、結婚相手で、それを勧めたの僕だと思うんですよ。もしかしてそれまで嘘でした？いや分かんない、な髪の毛なぜ染めてるのか僕も分かんないから本当に。いや結婚したんだったら髪の毛染めたりしてないでしょうっていう、普通落ち着いた人生でね、生まれてくる将来の子供とかに自分が髪の毛染めたりしてるところが、ね、見せたらややこしい子供になるでしょ。まあそういうふうなことを今ちょっと気になったので、さっきもそれを思い出した時にミワのことをね思い出した時、あとそこをさっきちょっと出てインターホンのところ読み上げたじゃないですか、その時なんか隣かその隣ぐらいのところでドアが開くような音が聞こえたから、なんかコンピューターが意識したのか何なのか、まあちょっとちょこちょこっとあれこれ言われてるんですけども、そのか電波でのようなアクセスで、ね、でまあそれで先ほどああいうふうな文言になったんですよ。そのいや別にミワというはドは先その声聞こえたのが聞こえた、あまだまだしいっていう声、それはミワの声わかんない、何言われたら都合悪いのか、その説明がないから、それも多分コンピューターの自動だと思うから、なんか僕もわからない本当に。で多分曖昧間に僕は黙ってるタイミングの時に何か明確なことを言ってくれた方が僕としては聞き取りやすい、で心の声の方がいいでしょうね。喋る声だと、まあ、僕は黙ってる時に伝えるしかない、まあ、心の声の方が無難なの、無難だとは思います。だからそのしとかそれは言わないと思いますよ。僕の方がだいぶ年上だし、
そういう人に対して敬語なしでしーとか言うと思います。わからない、これ検察庁技能の方かもしれないですよ。僕に向かってこうしーとか言ってきたとか、その方向かもしれない。その時僕は何を言おうとしたのかも覚えてないんですけども、わからない。そう、しーな、これだけフェイクニュースが多かった。わかんないですか、本当に。あの、うがなつみの、あの、結婚したことになって、離婚したことになってる件だとか、もう、あって全然話しないから、全然わかんないままです。余計ややこしい。もう誰見ても、だから、あの、例えば、モーニング娘。の後藤真希っていう人いたじゃないですか。今も、どうなのか、そうなのか、よくわかんないですけども、この間見た動画では、何かモンスターハンターの、モンハン略すと、もう、略の方のゲーム名の名前しか僕も、もうよくわからない正式名称が。で、モンハンを、なんか、今までトータルで何千時間くらいしているだとか。で、一階が、なんか、新築の3階建ての家で、1階が事務所で、で、2階がどうこう、3階がどうこうっていうような動画を見ていて、ちょこちょこっと聞いたんですよ。その、会社が、その1階の分とかお金出してますって。その3階建てとかね、で、いや、費用、建築費用とか、いや、結婚したのこの人いつだったかなって思って、ウィキペディア見ても、配偶者乗ってないし。子供2人いるって言ってるでしょ。ここが子供部屋でとか、なんか男の子が1人と女の子は1人とっていう言ってる動画、もう余計わけわかんない。もうちゃんとみんな自分のあのウィキペディアの内容をもう嘘なしでまず記載しましょう。もう最悪こうなってきたら、あの名前そのフルネームの名前もう多分いると思いますよ。探せば、芸能人の中の人でね、そのフルネームが、実は本名は違う名前でしたっていう人、どれぐらいいるんでしょうね。それこそ皆さん自分たちお互い確認してないから、身分証明書同士で、会社の中でまずそれお互いにしようとする人いないでしょう。運転免許証ぐらいでお互いの身分証明書、その会社に対しては、その身分証明書は提示するでしょうけども、大きな会社ほど、しっかりした会社ほど、人材派遣会社の人間でも。だけども、社員同士にね、身分証明書の提示の試合ってないでしょ。はっきり言ってもよくわかんないんですよ。まあ芸能界も多分そうでしょう。まず、まあ仕事の時って効率性が求められるから、身分証明書のお互いの開示なんかまずないから、なかったりするでしょうし、最悪何かいろいろあって、その裁判所の判決によって、名前本当に変わってる人とかだったら、何があったのっていうその事情とか、それしっかり、判決の書類とか見せてもらって、理解しなかったら、その、どういうパターンで名前を変えたとか、しっかりしてなかったら、それ、どのパターンで名前変えたんだろうなっていう、そうなるでしょう。ちょっと元との話に戻しますけども、その結婚の件でね、その佳子さまが、その私について来てくださいって言ってたあの時に、まあついていかなかったから、まあ僕じゃなくて翔平が結婚できるパターンになってる可能性もあると。だからその辺のところで、普通の方、その家訪ねるっていうのは絶対いいと思いますね。本当に何回も言いますけど、あと、僕の携帯とかに電話かけて。で、ただ僕の携帯もだいぶおかしいです。着信した時に着信音が鳴らないで、すぐ留守番電話サービスになっちゃうんですよ。設定の仕方では10秒間っていう形になってるんですけども、僕は意味を受け取り間違えてるのかもしれない。留守電の、集音する時間が10秒間かもしれないって。いや、一回見た時ね、その着信、した時のコールが10秒間で、あとは留守電に関してはかなり長い間、伝言が、メッセージが受け取れる形に設定してるはずなんですけども、電話かかってきても、あの区役所とかからね、すぐに伝言になってるんですよ。だいたいパソコンとか触ったりしてるから、
その隣とかにスマートフォンを置いてすぐ電話出るようにしてるっていう、このわけのわからないこの電子機器のこの状況、これ皆さん何だと思います？裁判所じゃなかったら解決できないっていう方法だったら、法律名とかを求めてこられている以上、法律名とその何条に違反してるかとか、そういうような書き方になるでしょう。それ結婚話し始めたら、それこそ結婚なくなってしまうような気しません？本当に。もう、だからまあ、呪われてる云々の話とかも、昨日アップロードした内容では言ってるんですけども、アクセスできるようにはまだパソコンの方ではしてないんですけども、だから電波で聞こえ、その結婚希望相手をね、ちょっとでも変えようとしたら呪われるとか、もうちょっといろいろありすぎるから。本当に、本当に、本当に。もう、じゃあ今笑いながら言ってますけども、はっきり言ってもう毎日拷問受けてるの変わんないから、本当に。で、それプラスあの精神病院のあの薬なんか、本当にやりすぎ、あれ飲んだらもっときつい状態になりますから。精神的にも、本当に。いや政府はそれ認めてしまっている時点でもうこの世の中どうかしてる。本当はあの認めてない状態に法律も形成しなきゃなんない。まあその昨日アップロードした動画かな、昨日かその前の日、昨日だったような気がしますけども、昨日かその前の日、1日かもしれないですね。あの、まあ、大谷翔平の、あの、ご結婚おめでとう、あと、阪神タイガースの中野拓夢、選手へのメッセージっていうことで、まあ、2人とも、まあ、結婚してるし、まあ、ご結婚おめでとうございますので、そこでね、動画で言ったんですよ、大谷翔平。あの、ワードで、2人と1匹で、今後生きていきますっていうことを宣言してたからね、その、頭の中貸したりとか、嫁さんにしてもらうか、デコピンにしてもらうか、もうそれでいいって、もうそれ、僕言ったんですよ。そしたら、昨日の、成績ね、やっぱり打てて、あの、一応ヒット、とにはなってましたけど、あの、セカンドの方で、あれは、イレギュラーでした。イレギュラーバウンドでした。ゆっくり見てみたら、セカンドの選手が意図的に、もしかしたら取りに行かなかった方ですか？それか、一回目見たとき、バウンド見たときは、僕が見たときは、すごくイレギュラーしたように見えたんですよ。あれは、もう神がかり的な力がかかってる方の、あの、ヒットやなということで、あんなにイレギュラーされたら、もうスライディングキャッチしに行って、イレギュラーなんかされたら、急にこんなに高くこうって上に上げれないから、まあ、それは無理だなっていう風な、感覚だったんですけども、2回目の映像を見たときは、あれそんなにイレギュラーしてないような映像になってるような気がするだったんですよ。それちょっとスローモーションとかで見せてもらわなきゃないし、正直カメラとかこう急に動くから、はっきりとは、見えてないから、スローモーションとかで、バウンドがどういうふうに変化してるかっていうところを見なきゃわからないんですけども、そのちょっと前の時は、すぐにホームラン打ててたでしょ。で、まあ、状態、どうなんでしょうね。現場松坂大輔が言ってますけども、大輔の方で頭の中貸したりしてます。まあ彼の方が年下で、まあ松坂大輔本人がね、別に僕がね、まあ大輔って呼んでくれたらいいですからって言ってくれてるんです。で、まあお互い敬語の方がいい時とか、まあ勝負事の時の試合の時とかは絶対その方がいいんですけども、お互い正確性とか上がりますから。今さっき敬語じゃなくて僕どうなってたかって言ったら生きてましたわからない。松坂大輔ファンの人たちが何か、こう、僕はね、大輔って呼んだことに対して、なんか腹を立ってたのかもしれない。だから、お互い、ある程度、知ってる存在だっていう、お互い認知してる状態で、受け答えとかの会話をある程度、もうテレビ電話っていうことに置き換えたら、まあ、そういうことになるんですけども。まあ、あとは、去年かな、その前の年、兄の仲町の、ほかほか亭の前の交差点のところで松坂大輔が信号のところ、なんかどこか見たことある人間だなと思って、まあ、横っと笑顔で、なんか向こうがニコッと笑ってるんですよ。
なんか見たことあるな、誰だったかなって、もう本当、松坂大輔ぐらい、あの名前が世間に通った人間でも、すごかったんですよ、松坂大輔、彼が高校球児の時って、高校球児で初155キロを出したんですよ。で、まあ、その当時、PL 高校っていう高校がまだあって、まあそこも野球の名門校で、まあ甲子園何回も優勝してる高校で、その横浜の松坂大輔対 PL 学園ですごい名勝負っていうものが、行われてて、まあ急速的にも、ものすごく騒がれていましたし、で、まあ話題にもなっていた。で、プロ入ってからも、まあ最終的に約170勝でしたっけ。まあ一般的なそのすごく大活躍された人のピッチャーでだいたい170ぐらいなんですよ。200勝っていう数字がかなりちょっとどうかしてる数字なんですよね。岩隈投手っていう投手が昔、まあ、近鉄バファローズなどにいたんですけど、まあ、メジャーとか行った方だったと思いますけど、まあ、岩隈投手も170勝ぐらいで、まあ、200勝には届いてないんですよ。だから200勝まで到達しようと思ったら、40歳ぐらいまでプレーしなきゃならないで、なおかつ、その30後半、35歳以上になってからもある程度、勝利数を得れるぐらいとかじゃなかったら無理なんですよ。どう考えても200勝って。だって20歳から、1軍で、ローテーションを守って、毎年平均でね、10勝上げたとして20年間。じゃあその間、故障とか一切なしで。それ、例えば37、8、9、40歳で10勝上げれるかって言ったら、若いうちに、だいぶね、10何勝とか買っておかなきゃならなかったりするでしょ。だから、かなりもともと200勝以上を上げるっていうのは難しいものであって、例えば楽天の田中将大、彼なんかは、確か里田真衣も、フルーツフラワーパークかサンパレス六甲に来ていて、田中将大と結婚するみたいなこと言ってませんでしたっけ？それが僕が勧めましたっけ？その辺は僕はちょっとよくわからない。覚えてない。はっきりと。で、その大谷翔平のその、昨日のバッティングを見ていてね、いつも通りの翔平じゃなくなってるから、2人プラスデコピンの話で。デコピンは絶対無理だと思いますよ。つながってる状態で、ね、その嫁さんが、まあ、今結婚したてでね、お互い2人仲がよろしいと。そこでね、そのスポーツの勝ち負けとかで、その自分から献身的に頭の中を貸したりとか、勝負ごとに対するその精神的なこの浮つきとかそういったものがなくて、大真面目にね、どう対処するのかっていうことを分かってるのか分かっていないのか。それによって、まあ、これも、正直、嫁さんがそこを修練してもらって、翔平が結果出せるようになったらいいな、とか僕は思ったりしてるんですけども。まあ、そういうところをしっかり対処できるまでは、まあ、だいぶかかるとは思いますよ。まあ、バッティング見たところ、まあ、うちもなバットの振り方してるなっては思いましたね。だからその辺のところで、その、いや、僕としてはっていう、その、だからこの指の状態とかも先に見せたでしょ。だから何原因かのところで、まあ、ピントが合わないのかな。もうボロボロでしょ。もうこれ神がかり的な力でやられてるから、もう説明がつかない。もう左手の指見てもらったら分かるでしょ。全然違うから。次の日、翌朝だったらもうこんな指になってるんですよ。びっくりするでしょ。ある程度のところで回復してきてたんですけども、以前撮影して公開してた。またその時の状態に振り出しに戻ってる。だから昨日の晩、歩いてた。黒い服着ていた男2人組が原因かもしれない。だからその辺のところはちょっとよくわからないんですけども、正直格闘技業界が怪しいかなっては思ってるんですけども。わかんないですよ。僕が家の中で聞かされた言葉は、出てきたら殴るだったんですよ。ただ、その昨日の2人組が、以前来た男はどう言ってたか、俺たちが聞かせてあげるとか、聞かせるとか、そういうことを言って通り過ぎた人間も中にはいるんですよ。それされるとややこしいが、みんな自分の証言だけでしょうがなかったら、
人の証言とかまで相手なんかしようとしていたら、正式な書類とか証拠があったらいいけども、もうその世界も無理があるから、いろんな人間はたくさん横通り過ぎてるから、その時点で無理があるかないかっていうところをしっかりと認識して、メモとか自分たちでその男を見たのかどうかとか、それこそ電波の世界で証拠を出すのを頼るんだったら裁判所の裁判官に任せとけばいいし、それをどれぐらい証拠として扱うのかわからないですけども、制度とかその辺が僕は裁判官としての立場で仕事をされたことがないので、本人に聞くのが一番その手っ取り早いとか、そういうことになってくるんですけども。で、今までの、昨日の晩からの一連の件の話を、今回もちょっと話だいぶ長くなりましたけども、佳子さまとかも聞いてみてどう思われました？あと3月3日今日、どう過ごしたらいいんでしょうね。一応、出てっていう声で外には出て、それ女性の声で外出てるんですよ。で、前佳子さま家の横通った時は、佳子さまの声でしたっけね。僕しか分かんないですよね。聞こえてきた人間が僕だから。その、佳子さまを、追い越して振り返って、電波から聞こえてくる声に対して、いや、こんなところに佳子さまがいるわけじゃないし、とか、なんかそういうふうなことを僕は言ってて、ただ、電波での声は、秋篠宮佳子ですっていうことを名乗っていて、このまま私についてきてくださいって言っていた。ただついていくとしたら、やっぱりもうさっきの一回映したら、もうリュックの中身あれ全部言える声聞こえてきたら、いやだからそれもうね、睡眠不足とかになっていて、そんな気力湧くかって言ったら、もういい加減にしてくれってなるんですよ。もうそこまで済んだ、もうここまで状況分かったら、家助けてくれたらいいじゃないっていうことになるんですよ。もう家の横通り過ぎたりしてるんだ、インターホン押したりしたらいいじゃないって、そのインターホン押しても今もうそれ使い物にならない状態だから、正直電話かけてくれなきゃならないんですけども、やっぱり予定だと思いますよ。予定とその予定が組まれたら、その内容で有馬警察署の方に言っておきますから、僕の方からも警備の方を担当お願いしますってだと思いますよ。これ今回他の人の話とかも混ざりましたけど、その翔平のね、その結婚できた時の時期とかをいろいろ考えると、二十歳過ぎの頃にもね、同じようなことがあったんですよ。それで結婚できたんじゃないかとか、そのままついていかなかったら誰が結婚してるとか、それは佳子さまとかだけじゃなくて、ね、他の人のケースとかでも、だから1999年、それぐらいの頃ですね。その後大阪ヒルトンホテルに働きに行き始めた、1999年の6月頃からは、もうその電波云々とかの世界からはもう離れてますね。本人が気づいてない、僕自身が気づいてないだけで、それ分かっていたら分かっていたね、人がたくさんいるところとかではやっぱり生活しづらいっていうのはしづらいでしょうね。僕の頭の中で考えた内容とかが、例えばこの間業務スーパー行った時に、結婚希望相手は佳子様とか、そういう内容を、考えていて、だから電波で他の人の声とかが聞こえてきた時に、その人のことが好きなんどうなんみたいな声とか、さっきも家の外出入りした時それ聞こえたんですよ。でもういちいちそんなに、もう僕は動画で言ってるんだから、あと状況とか言ってるんだから、それ理解してくれたらいいじゃないっていう話なんですよね。だから、結婚希望相手を変えたら変えたで呪いが来るの、
最終的にこれ総括するとやっぱり人減らしのための変なルールなんじゃないかなってやっぱり思いますね。その電話のその呼び出し音が鳴ってる秒数がほとんどなくてすぐに留守番電話サービスにつながったりだとか、その手の話とかを考えただけでも今日もう今力入らなくなってるし、嫌気さしてるし、もうすぐそこまで行っていいかいの時間帯だから、もう家で寝っ転がってそれでも見とこうかなと、まあそういうふうな考え方になるんですよ。まあただ政治経済とか、震災関係とか何か、まあ基本的には真面目な内容の番組なので、そこで何かあったら、まあ心の声とかで、まあ出演してる人たちに何か声を届けようとか、こうした方がいい、ああした方がいい、まあそれはどうしても考えるし、そうするべきだと思ってるし、まあそうしようとするでしょうね。ただそれをテレビを見た時に結局今日誰とも会えないまま終わるのかなと。3月3日ひな祭り、だからまあひな祭りは本当、まあ子供の日、子供の日は子供として、まあ昔誰かが、サポート援護を、まあ結局まだ結婚してない人を子供という扱いでとか、なんかそんな話とかで、まあ3月3日、まあだったらそれ、どの誰が来てるかとか、あらかじめ情報なかったら対応はなかなか無理なんですよね。難しいんですよね。難しすぎるんですよ。ハードルが高すぎて本当に。もうこの指の状態とかも本当に嫌だし。結婚希望相手は格差なんて言ってるから、例えばね、これはこの 指のこのガサガサに変わってしまってるこの指の状態をね、例えば3名の女性、佳子様と宇賀なつみと斉藤真美アナウンサーだと仮にしましょう。けど結婚希望相手をその佳子様ってちゃんと言ってるし、頭の中でもここの声を先電波で宇賀なつみに変えられようとしていました。だからそれは他の女性がそう思ってるのかもしれないし、いやだから普通に話を聞いていたとしても、いやだから淡井圭介の喋ってる内容を全部聞いた人とそうじゃない人で意見全然分かれてくるから、当人である僕もうお手上げ、もうだからもう正直今日ももう楽したいみたいな形にもなる本当に。まだ大谷翔平に関しては嫁さんと、いや嫁さんにお任せする、そのデコピンにもお任せの話混ぜといた方がいい。どう思う？あとはもう翔平が決めて、翔平が決めたとしても僕から頭の中とか力借りるの今なし。それでちょっと状態見てみたいっていうところですね。はあ、もう何がトリガーになってるのか、この指の状態も。もう第二関節のところまでもね、もうこういう風なところまで、こうなってる。ガサガサに。あ、今気づきましたね。この辺ちょっと指、色、なんか変色してるでしょ。多分これ血じゃないかな。今気づいたところですね。昨日までなかったと思いますよ。あと、ここはどうかな、見えるかな、あとこの辺りもそうでしょ、まだぼやけてるか、これだと距離がありすぎますかね。多分映ってる僕の顔とかを照準にして、まあピント合わせてるとは思うんですけども、スポーツの勝ち負けから降りたい、まあテレビ見てる時だけとかね。なか昨日晩着ていた黒い服を着ていた男2人組によって指がこうなってるとしたら、それはそれおかしな話だし、防犯カメラだし、証拠はなかったらっていう部分もあるし、ここまで状況分かったら普通は歩かないでしょうね、2人組とか、ど
に夜中。正直もう20時過ぎたら夜中ですよ。以上です。一応これ動画で、まあ見てる時にはもう未来の時間軸になってるから聞いてみますけども、もうこれを見た人はね、もう時間軸完全に、違うんで、今日佳子さんは来てました。どうなんでしょうね。今黙ってるのは誰かからの心の声とかあるかなと思って、佳子様からの声あるかなと思って聞いてるんですけども、特にないですね。特にこちら聞こえてないです。以上です。まあ僕もどう対処したらいいのか、あとは受け取り拒否でしょう。2019年の頃は SD カードとか高島のルート当てで受け止めていたでしょう。けどもうある程度の時期に言っておかなきゃならないし、今年で言うと8月9日僕の誕生日の日に、まあフルーツラーパークに一応行ってみるみたいな話はしてますけども、誰か助けに来てくれるかな、助けに来てくれるイコール、まあ、相談に乗ってくれたりだとか、会社に大きな売り上げがあるところだったら全員ね弁護士さんつけてくれたりだとか、書類の作り方云々とかで裁判所経由でその弁護士さんをつけてくれるケースとそうじゃないケースがあって、昨年は弁護士さんも手配してくれる状況じゃなかった。多分法テラスのことを書いたらいいのかな。まあけどもういつになるか分かんない状態ですね。それはそれで、で何から順番に手をつけたらいいのかっていう状態ですね。何かこっちが動くわっていう声が聞こえましたけども、男性の声、どこの誰か名乗ってない、あと職業もどこの誰かわからない、もう お話にならない、自分の名前ぐらいまず名乗りましょう。その男はもう多分相手しない方がいい男でしょうね。自分名乗った方があっちやとか、なんかそういう音声その男の声から聞かされてましたね。今今日日曜日だし、もうゆっくりしようかなとか思ってます。そこまで行って委員会見て、一応ね今日さっき外出た時出ての声だったんですよ。佳子様っぽい声だったので、ぽい佳子様にの声だったので、あんな聞かないですね本当に。で、ちょっと前になぜ小島よしおという人なんじゃないかっていうことを言ったかっていうと、その前の日かその前の日に見た、番組、夕方の、番組で出演者の中に小島よしおというものがいた。で名前もその時は、だいぶ久しぶりに見たので、思い出せていなかったっていうところですね。以上です。もしかしたら佳子様が来ていたらだとか、まあそういうようなことをいろいろ考えたらね、後から後悔するのかな、なんのかなとかも思いますし、本当に。もう本当にもう毎日この状態ですよ。以上です。